どうも、ワニです、今回はですね、こちらのダチョウの卵、世界最大の単細胞でございます。これ1個の細胞がね、この大きさで世界で一番でっかい単細胞ということなんですけども、今回こちらを我が家のオオトカゲたちに食べさせようかなと思います。まあ、オオトカゲとかね、普段野生下では他の生き物のね、卵とかも食べてるんですけれども、まあ、鶏の卵ぐらいまでは、そのままバリバリ食べれるんですけど、さすがにこれはちょっと食べれないので、今回ちょっとこれをゆで卵にして、その中身の卵をね、与えていこうかなと思います。早速こちらの鍋に、ね、ゆでていきます。はい、お鍋にイン。よいしょ。もう水ひたひたに入れてちょうどいいぐらいですわ。前回1時間茹でて、ね、まだ完全に黄身が固まっていなかったんですよね。ちょっと半熟ぐらいだったんですよ。なんで今回はちょっともう1時間半ぐらい茹でようかなと思います。はい、というわけで1時間半経ちまして、茹で卵になったと思います。これをこのままゆっくり冷ましていきます。はい、というわけで冷めましたダチョウの卵をこれから割っていきます。この卵の殻がね、非常に丈夫で、普通トンカチとかでちょっとずつね、殴って割るんですけども、今回ちょっと試してみたい方法があるんで、それで割ってみようかなと思います。よし、割れた。よいしょ。はい、いい感じに割れてますね。ほら、ちょっとね、鶏の卵よりも透明感があるんですよね。水気が多い感じなんですよね。食べたこともあるんですけど。よいしょ。よいしょ。ほら、見事にゆで卵になってますね。ダチョウの卵の殻相当硬いですね。割としっかりパンチしないと割れないです。はい、取れました。これがダチョウのゆで卵です。早速こいつを我が家のオオトカゲに与えてみようと思います。今回ダチョウの卵を与えるのはこちらのノドグロオオトカゲ、アフリカのロックモニターですね。さあ、こいつは食べてくれるでしょうか。あいつの頭より全然でかいですけどね、ダチョウの卵ね。ほれ餌と認識してない。ほら、いつもこのトングで餌出てるだろ。これだ、これ、これが、それ、そう、違う、これな、そう、それ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 、あ、食べようとしてる、食べようとしてる、食べようとしてるけど、ちょっとでかすぎて丸っこいからなかなか噛めずに食えねえか。ちょっと噛みちぎって食ってくれるかなと思ったけど、これこれこれ、ほらこれだよ。滑って食えないな、滑って食えないな、うん、ちょっとこの大きさのまんまじゃ滑っちゃって食えないみたいですね。そうだよな、そりゃな。ちょっとじゃあ、切ってね、切ってあげましょう。これ何等分にしたらあいつ食えるかな。とりあえず真っ二つにしますよ。とりあえず真っ二つにして、おお、硬い。おお、見事に完熟、しっかり熟した卵になってますね。これでもまだでかいね。さらにこれを4分の1ぐらいに、だからもうしっかり8分の1ぐらいにしないと。8分の1でも食えねえか。これでさらにこれを半分ぐらいに、多分これぐらいでようやく食えると思うんですよね。これ当ててみましょうね。これぐらいのやつを、よしよしよし。はい、では切ったダチョウの卵を与えてみましょう。もう反応してる。
食べてる食べてる。ほら白身。ちょっと食いづらいか。黄身は滑んないからね、食べやすいね。トンクの方餌だと思ってるね、本当にね。はい、白身。おー、食べれた。ほら、はあ、落っことしてるな。ほら、君、うん、君の方が好きっぽいですね。君の方がなんか匂いもあるしね、栄養もあるから、そういうのが分かるのかもしれないですね。君の方が味も濃いか。これトングです。はいはい、そう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 。うまいことやんないとね。はい、そうです。よく食べるね。あ、そう、そこにも君があるね。はい。はい、そう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 。どんどん近寄ってきちゃう。はい、のどじろうオオトカゲにも与えてみましょう。お、食べた。あ、食べますね。上手に食べたね。結構食いつきんだ、本当。食べてる食べてる。こいつも欲しがってる。ね。おお、いいね。サルバトルモニターの方にも与えてみましょう。食べてますね。下手だねお前、食うの下手だよお前。落っことすでしょ、連れてって。あ、落っことせなかった、うまい。はい、置いとくから、そこ置いてあるから。あ、結構食いつきいいな。あ、すごい食いつきいいな。めっちゃ食うじゃん。ほい。あー、お前こぼすなよ。バカお前。これ床で交換せないかな。めっちゃ食ってます。あー、食いつきいいな。そんな黄身ばっか食って喉乾かないのかな。
という感じで、今回は我が家のオトカゲたちにダチョウの卵を与えてみたという動画でございました。君の方がね、食いつきが良くて、まあ、白身もでも食べますけどもね、結構食いつきいい感じで食べてくれてますね、ダチョウの卵。こちらのダチョウの卵は、以前撮影させていただきました三郷オーストリッチファームさんというところで、購入しまして、1個ね3000円ぐらいだったかな。非常に安く購入できますので、皆さんおすすめでございます。という感じで今回の動画はこれで終わりです。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。こちらのダチョウの卵、三郷オーストリッチファームさんに出向いて買いに行けば3000円ということで、通販ではもうちょっと割高で購入することができるそうです。人間がね、食べてもいいんで、皆さんぜひ買ってみてはいかがでしょうか。